3、2、1、0。4月11日の朝、おはようございます。今日も世界一昆布が好きから昆布屋やってます店長の松下幸一郎が、皆様の料理の味を劇的に美味しくできるお手伝いができるように頑張ってます。やればできる、今日も昆布できる。7月11日、今日は世界人口デーだそうです。ところで人口ってなんだっけ？金魚の餌のことを、それは未人口。わかった。大きく息を吐いて吸って、それは進行中。そんなことはどうでもいいのですが、今日も頑張ってまいります。即用志忍び草のご注文が増えています。法事ギフトはお任せください。という音、店長よく出張行くけど、美味しいものあるとこばっかり行ってるような気がする。気のせいではない。